くそ、なんだよもう。結局トレードなしかよ。そんなに怒るなよ。ちょっとしたドッキリだろ。ちょっとしたね。ごめんって、そもそも君みたいなスターを手放すわけないだろ。じゃあ今シーズンのポジションはファーストだ。少し頭を使えばわかるだろう。はい、マロッチです。よろしくお願いします。新シーズンはこの髪型でいきますよ。ブサイクですね。相変わらずブスですね彼は。ただね、今回横から見たらちょっとかっこいいっていうね。かっこいいでしょ、横から見たらちょっとかっこいいでしょ。このダンとブスですね。こんな感じでいきます。よし、やっていこうか。今から俺がねやる試合っていうのが一番最初の試合なんだけど、これが何の試合なんでしょうかね。オープン戦かな、多分オープン戦だと思います。頑張りますよ。マー君じゃないですか、ピッチャーマー君ですね。俺3番ですね、スタメンですね。頑張ります。さあやっていこうか。前回ねブルージェイズとのトレードのやつ、俺メジャーの世界って分かんないからよくあることなのかなと思ったらみんな驚いてたから、やっぱりないんだね。いやー、まあね、ブルージェイズでのマノッチも見ては見たかったけどもね。よし頑張ろう。ちょっと最初の試合だし見ますか、ここは。まあオープン戦といえどね。いや、というかマー君との対決ですよ。オープン戦だろこれ。てかまあつらっとファーストってのが怖いよね。散々サードやらしてくれと投げてんのマー君かな。まあちょっと投球フォーム見るだけではわからんな。正弘田中だ。特になんかなさそうだね、入場シーンとかね。ちょっと飛ばすわ。よーし、やろう。さあ、打ちますよ。バッティングフォームはちょっと変えませんでした。ちょっとマーク見ていい？うわー、球種豊富ですね。マー君だ。マー君だよ。マー君だ。すごい。去年ね、バッティング、あ、マー君ちょっと似てる。去年結局んとこ、まあ、そこそこバッティングも良かったのかなということで、ちょっと変えずにいきます。毎年変えてたんだけどね、変えないシーズンもあってもいいのかなと。打ちましょう。ちょっとまあ装備品は白黒ベースって感じですかね。あれだな、あの首周り、あのなんかちょっとビュって出てるやつにしたけど、パッとしねえな。ちょっとパッとしねえな。いや、まあ慣れるべ、慣れてく、きっと。He's ready with the 2-2 pitch. And this will miss down low in the dirt, so he's worked it full now at 3-2. ちょっと今シーズンは開幕スタメン勝ち取りましょうね。うわ、うまい！オープン戦の動画何試合、何本ぐらい撮ろうか、動画の中で。2本ぐらいでいいかな。というかあれだよね、ここで成績残せなければ、何でしたっけ、開幕スタメンも危うくなるわけでしょ。いくら去年成績残したといえど。なんかあれだな、髪型装備ちょこちょこ変えただけで新しいシーズンが始まったのかなって気にもなってくるな。俺はマイケンさんからホームラン打った男だから、日本人キラーってところ見せましょうよ。打てね。
てねえな。いやちょっと今マノッチの顔のアップを映してほしかったな。せっかく髪型変えたんだからさ、そこのアップを見せてほしいんだよ。よし、しっかり守備しよう。あとねちょっと体つきもね変えようか迷った。少し大きくしてもありなのかなと。さあどうでしょうか今のは。リプレイもんじゃないですか。We're back with more from the Grapefruit League after this. かっこいい。帽子脱いでやってほしかったわ。マー君変わっちゃった。あ、そっか、オープン戦だからすぐ変わっちゃうのか。ここはちょっとゼロ使って打ちます。This is the guy they're going to have to be careful with. He could put three runs on the board in a hurry. So expect them to try to get him to chase something out of the zone if they can.バッチ。まあ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 、何にしても初ヒットが出てちょっとホッとしますね。ブスですね。顔変えてねえんだけどな。なんだろうな、すげえ、すごくブサイクに見える。このバッティングフォームちょっと気に入ってる。かっこいい。あとはあれですね、ゼロなしでのヒット、まあ、まあ本当の意味でのヒットまではいかないけど、そこまで大げさじゃないけどさ、ちょっとしっかりとまあ打ちたい。代打？ああそっか、そういう感じになっちゃうのか。まあいいや、とりあえず良かったですね。もう一試合ぐらい取っておきましょう。取りましょう。ヤンキースとの試合が2試合あって、そのうちの、1試合目さっきマー君でのやつ取って、その後の試合はカットしました。で、3試合目ですね、これが。これを試合を取っていきたいと思います。3番、ファーストスタメン、頑張りましょう。試合やっていくか。ですね、2試合目はまあカットしたんですけども、3打席立って1安打、まあ、それも0使っての1安打でした。まだね打ててません、普通にヒットは。で、まあ、2試合しか消化してないけども、3打席しか立てない感じなのかなと。途中で代打出されちゃうんですよね。なんか相手のユニフォームボールボーイみたいだな。これはどうすればいいのかな。うまいんじゃないの、俺冷静だったんじゃないの。よし、これリプレイもんだわ。ほら、あの投げ方さ、投げ方がもうできる人だよね。もうだんだんとファーストの人になってきたのが怖いな。なんたってファースト歴の方が長いからね。本職サードなんだけどさ。よし、ちょっと普通にヒット打とうや。カーブあんのか、カーブチェンジアップあんのか、それだけしんどいわ。And there's one well above the zone for a ball. Now I'm sure these infielders know it, but this hitter can burn down the baseline. ちょっと今日の目標は、普通にヒットね。The defense is going to have to make a perfect turn. あと3打席しかないけど。Swing and a liner. その中で何とかしましょう。全然悪いって感じはしないよね。マー君との対戦とか見てても、全くついていけてない時ってあるじゃん、俺って。そういう感じじゃないから。意外と今日はね、マシな日だと思ってる自分は。コンパクトいきますか、コンパクトスイングいきますか。ちょっとカーブ怖いな、カーブチェンジアップ怖いな。危ない。普通にヒット、いや本当普通のヒット欲しいな。2 and 2 count. Here's the pitch. Now a ball grounded to short. This could be two. One there. Relay to first. あと2打席。
でもちょっと成績は大事だから3打席目はもう強制的にゼロ使うけど、今のはきついな。ピッチャー変わってるよね。そうだよね、変わってるよね。なんか変だと思ったもん。早いね、95マイル。あ、やべえわ。やばいやばいやばい。いやもうちょっとゼロ使ってると。守備取ったらセカンドですね。いやもしかして今日守備の日なんじゃね。やたらと守備冴えてるよね。Now he gets the ground ball to first. Two to second for one, but they won't get to. Yeah, don't mind. Yeah, けど今日の俺は守備が冴えてるわ。そっか、守備の日か。ゼロ使います。ダバッチ。うわー、アウトか。そっか、打点欲しかったな。どんまい、しゃない。まさかの回ってくるっていうね。いや、大体代打出されてたからさ、代打なのかなと思ったら、いや、チャンス巡ってきたわ。ちょっとここで打つわ。俺がここで打ったらさ、なんか持ってるって感じしない？じゃあ持ってるってことでいい？ここで打ったら。ここで打てたら今シーズン動画は比較的調子のいい動画をいっぱい撮れるという感じでいきましょうか。そういうルール、おみくじみたいなもんだな。ヒット、まあ出塁でもいいわ。とりあえず塁に出れたら今シーズン大吉、出れなければ大凶。そんな感じ。雑、はい。And this is fouled straight back. Oh, that's one he's gonna want back right there. A fastball right in your wheelhouse, and you foul it. Hard hit ball to second. To his left, Duffy. なんとも中途半端じゃないですか。なんとも中途半端。Hey, anytime you can win a game, let alone on the road, you have...なんだよ話って、今日機嫌悪いぞ。いやー今日もかっこよかったね。そう、髪切ったよね。もう似合ってる。えマジマジマジ。そうやっぱりイケメンって得だよね。ボス、俺フィリーズ戻ってくれてよかったよ。